ただいま東南アジア有数の大都市バンコクに来ておりまして、今回泊まってんのがね、フォーポイントバイシェラトンっていうなんか、まあ、とにかくなんかめちゃくちゃいいホテルに泊まってますね。まあ5つ星中4つ星のホテルなんですけども、まあ、俺にとっては5つ星中6つ星ぐらいのもう素晴らしいホテルでございます。もう普段はね、本当に格安のビジネスホテルとか無人駅とか快活クラブとかね、西成とかそういうところに泊まってる人間なんで、僕にとってはね、4ポイント、まあ、4つ星を表してるんですけども、6ポイント、本当に6つ星ぐらいのね、レベルのホテルなんで、まあ、紹介したいと思います。まあ、ここら辺はね、本当に日本人も多いんで、泊まってる人も、まあ、確かにいたね、そんな感じなんで、まあ、割と需要のある動画になれるのかなと思っております。ということで、まあ、軽く紹介したいと思います。ここの場所は、まあ、鉄道の7駅の近くですね。7駅と麻生区駅かな。で、2つの駅があるんですけども、まあ、その駅の間にありますね。バイクがうるせえな。全然俺の声が通らない。まあ、本名としては、フォーポイントバイシェラトンバンコクスクンピット15ですね。まあ、15の他に20か25とかあるのかなと思うんですけども、まあ、とりあえず今回泊まってるのはバンコクスクンピット15でございます。そしてここがエントランスですね。まあ、ここにタクシーとかが来るんで、タクシー呼んだらここに来るんでしょう。まあ、さっきもタクシーが降りました。ここは海外キャッシングとかですね、大体手数料がね、俺のやつだと880円ぐらいかな、取られたんで、まあやんない方がいいですね。7駅の近くにめちゃめちゃいい良質な両替屋さんがあるんで、まあ、そこで両替することをお勧めします。よし、ドア入ろう。まあ、いつもはね、ここになんかお兄さんが立っててパカッと開けてくれるんですけど、割とね、夜も遅いんで、まあやってないんですかね。本当にここはね、まあ後で紹介しますけども、エレベーターもね、自動で開いて待っててくれてるんで、自分でドアを開けるってことをすることがないんですね。本当に人力自動ドアっていうかな、そういう環境でございます。それが素晴らしいホテルの一つのステータスというか当たり前なんですかね、ちょっと考えられませんね。今回は、ね、手動で開けたんですけども、普段は、お兄さんが、ね、やってくれますということで入りましょう。まあエントランスはね、もうなんか余裕を感じらさせる広々っぷりですね。この余白に無駄なね、椅子を置いたり、なんか宣伝というかね、なんかいろんな雑誌とか置かない、なんか余裕感あふれるロビーですね。スペースを無駄に使うっていうのは金持ちというか高級のところのね、一つのポテンシャルだと思いますんで、そういうところでも余裕を感じるというか、なんか四つ星の威厳を感じますね。まあ、ここでみんなね、伸び伸びしてますね。僕も昨日あそこの4人席のところに座って、まあ、友達と、まあ、LINE 電話しまして、今度和歌山にね、旅行に行くんで、その時のホテルどうするかみたいな会議をしてましたね。なんかここにね、一部に溶け込んだというか、なんかちゃんとしてね、こういうロビーを使えたなって感じがして、非常に気分が良かったですね。おそらくここら辺の椅子の一つ一つもね、普通に日本で買ったら20万円ぐらいするような代物なんでしょう。おそらくこういうバッグとかも、バッグじゃねえな、なんだクッションか、まあ、クッションもね、実は3000、4000、5000円するような下なんでしょうね。まあ確かに枕としても全然使えそうなクッションだ。そしてこのロビーからまっすぐ行ったところにあるのが、ビュッフェ会場ですね。朝ごはんでここビュッフェを食べることができます。ビュッフェの動画も撮ったかな、思ってたね。まあそんな感じでちょっとこの後動けようかなと思うんですけども、1食大体2000円ぐらいなんですけども、まあ、たくさんね、種類もありますし、なおかつ美味しくてね、いや普通にいいバイキングでしたね。ジャパニーズカレーとかね、結構日本人の舌に合うようにいろいろと、まあ、調整されてるのかなという感じで、確かに日本人の客もいましたんで、もう一つのターゲット層として日本人がいるので、まあ、僕らに向けてある程度配慮した味付けになってくれてますね。飲み物とかもね、たくさんあって、ヨーグルトドリンクとか、まあ、あとフルーツジュースとかいろいろあったんで、まあここで困ることないっしょ。そしてこっちはね、俺もまだ来たことないんだけど、何があるんだろう、ちょっと出てみるか。おっ、ドア。お外でもご飯食べれるよとか、まあ、食べれるよってとこですかね。まあ、出口だから、まあ、こっから向こう側に出ることもできますねって感じですね。おーってこれでもないか。よし、じゃあこの広々とした玄関を抜けまして、まあどっち側通ってもね、結局こっち側に着くんで、まっすぐ行きますか。よし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 。で、左にあるのがレストルーム、まあ、正面するとこですね。まあ、こっちが、まあ、体に不自由な方用で、こっちはあの赤ちゃんとかのやつですね。でこっちには女用なんで、ね、まあ、男なんでこっち入りますか。まあ、トイレはね、当然このレベルのホテルなんでめちゃくちゃ綺麗ですね。まあ、床を舐めるまではいかないけども、まあ、普通にね、タイとか、まあ、日本レベルでしてもかなり綺麗な方ですね。そしてここが、あ、運気するところです。あ、今回ね、まあ、一回ここ使ったんですけども、ちょっと一回入って実践してみるか。まあ、便器がここにあるじゃないですか。で、まあ、ここで踏ん張って、よし、じゃあ
小田翔太郎に行くかっつってね、ここでよいしょって頭を上げたら、ちょうどこの起き上がる位置に頭があって、ここはアドハンドブがあってね、ここに頭強打してちょっとタンコブできたんで、いやこれはちょっと気をつけポイントですね。結構ねバコーンで頭突きしたんで痛かったな。よし、まあトイレの綺麗さはよく伝わったでしょ。よいしょ。でトイレを出ますとこんな感じですね。こっちは職員用だな、やめた方がいい。一つ目の特徴なんですけども、エレベーターが合計4台、それぞれ2台ずつに分けられてるんですね。それぞれね、ここはエレベーター1とエレベーター2に分かれてまして、まあ、僕はね今回泊まる方はエレベーター2ですね。エレベーター1もエレベーター2も8階までありまして、エレベーター1の方は8階にプールとバーがついてますね。エレベーター2の方はフィットネスジムがついております。そしてこのエレベーターのすごいところはね、なんといってもこうやって今1階で僕何も操作してないんですけども、これエレベーターが待っててくれてるんですよね。だからエレベーターのボタンをポチッと押して、わざわざ開ける必要もなければ、本当に待機する必要もないんで、もう本当にふつっと入って、ここに、カードがあるんですけども、このカードの、矢印ですね、矢印の方を差し込んで、こうすると、まあ、自分の使っている階を押して閉めることができる。エレベーターがさ、そもそも、まあ、1階に待機してくれるっていうのは高層マンションとかであることかもしれないけど、ドア開けて待機してるねタイプのエレベーター初めてだったんでね、いやびっくりしたな、これが金持ちの世界だって驚きましたね。よし、まあ、客室はこんな感じですね。まあなんか高層マンションは入ったことないけど、こんな感じなんだろうなっていう感じですね。武蔵小杉とかにある30階のタワーマンションとかの内部もこうなってんのかな。俺が今まで行った、ね、まともに行ったことのあるマンションは14階建てだからな、友達が住んでたから。それまでこんな感じじゃなかったから。あと静寂な空間の質のいい廊下、そして洗練されたドアとこのスタイル、いや素晴らしいな。客室というか廊下の雰囲気はこんな感じですね。部屋の雰囲気も、ね、もちろん撮りましたんで、それちょっと一旦後回しにしたいと思います。よし、じゃあここのお目玉になんか8階にねスイミングプールっつって、シンガポールの有名なあれみたいな感じの屋上プールがあるみたいなんで、ついてきたいと思います。時間が何時までかやってるかねわからんから、ワンチャン入れないかもしれない。はーすげー、こうなってるんだ。まあ当然だけど、ちゃんとガラスの柵があって、ちょっと手前ら辺で水が終わってるけど、いやこういうタイプのプール初めて来たし、いやすごいな。いやね、誰もいないし、一体何時までここを使っていいかわからんけども、なんか時間制限はあったっぽいんだよね。まあ11時とかね、10時半とかそんな感じのこと言ってたんで、今10時過ぎなんでね、まあちょっとだけ入ろうかな。まあただし更衣室とかねあるかなと思ったけど、ない感じなんで、まあもう部屋から水着履いてきて来るのがまあいい感じですね。一路がねバーになってて、ちょっと外国人のねお客さんがいるんで、ちょっとエレベーターホールちょっとフルチンになって着替えてから入ろう。いやまた肝心のバスタオルを持ってきてないな。もうビチョビチョのまま上がったらね、さすがにこういうまあ四つ星ホテルでやったらアタオかなと思われるから、バスタオルを持ってこよう。ってことでまたバスタオル取りに行くんだけども、まあ、エレベーターがまあご存知の通り2棟ありまして、まあ、もう片方の棟のエレベーターでしか僕の部屋行けないんで、1階こっちの8階から1階まで降りて、そっから別の棟っていうか隣のエレベーターに乗り換えて、さらにまた3階まで降りなきゃいけないんで大変ですね。プール終了まであと14分しかない。もう普段はプールどころかお風呂すらないような西成のところに泊まったりしてるから、もうプールなんて本当に夢のまた夢っていうか、泊まれるなと思ってもないな。少しでもいいから入りたい。てか本当にここのエレベーターはお行儀よくこうやって待ってる、1階で待ってるようにドア開けてくれるから、なんだろう、気分がいいというか、すんなり入れるから安心できる。大体ね、高層マンションだと14階建てだと1階と7階にエレベーターが待機されるように設定されてるけど、1階に泊まっててなおかつドアが開いてるっていうのは初めてだから、本当にのここすごいよね。待てよ、どうせプール入るなら部屋でパンツに履き替えたらよかったな。もうどこまでもアホだわ。ああ、で、ポーコーソーレディー。ポーコーソーレディー ?Yes。What time we open? Open around 7 a.m.? Yes, 7 in the morning and 2 10. 7 a.m. morning? Yes, 2 to 10 p.m. Okay. Thank you so much. ああ、マジで。
バスタオルさえ持って来ていれば明日の朝7時にまた開くみたいなんで、その時にね本当に一瞬でもいいから入ろうかな。まあ、明日何時ぐらいに出るんだっけな、7時はもう無理かな。いやマジで惜しいことしたな。まあでも大体プールの雰囲気とか分かったと思うんで、まあ、今回俺が入れなかった分、まあ、ぜひ視聴者であのプールに入ってくれる人がいることを願います。まあね、プールに関してはこの後もカンボジアのシェムリアップ、まあ、アンコールワットがあるところに行くんですけども、そこでねさらにいいプールっていうかな、そこ入るんで、まあ、プール会は、まあ、次回お預けですね。でもここの屋上の雰囲気が分かったと思うんで、それは OK です。俺がプールに入ったところで水着あんま変わらんというか、俺が楽しいだけなんで、雰囲気とかどんな感じが伝わればいいんで、はい、まあ、今回はいや。でこの Join Us at the Front っていうのがおすすめのやつですね。この8階にあるフィットネスルームの紹介しようかな。ここにね、ガーデンウィング、まあ、こっちの第2号棟のエレベーターがある方なんだけども、まあ、8階にフィットネスセンターとブリーズ、あ、これもバーのことなんですね。もうあっという間に8階か。俺も初めて来る。あー、なんかこんな感じなんだ。思ってる殺風景だろ。誰もいねえ。いやー、普通に景色がいいな。クーラーがないからここに続けるのはちょっと嫌だけども、普通に景色がいいな。ここがジムだろ。でもジムってなんか大型ホールみたいなね、なんかみんなで楽しく映画見るみたいな。そう、ジムではないと思うんだろう。ジムも時間が終わっちゃったのかな。そしたら明日の朝行けばいいよ。ああ、何これ。ちょっと怖いな。いきなりランドロス割れてきそうな祠が、祠っていうかね、仏壇があるけど、まあいかにもタイらしいよね。ここにお供えしましょうみたいな感じかな。思ってたのと全然違う雰囲気だな。ちょっとね、どうすればいいか分かんないから、とりあえず一礼だけしといたよ。まあ、一礼だけしとけばね、まあとりあえず向こうに、まあ、こっちに敵意があるか悪意がないかとか、善意があるか悪意があるかっていうのは、まあ、一礼すればね、善意が俺と受け取ってくれるでしょう。いやでもタイってね、思ったより都会だなって。ベトナムとタイだとね、ちょっとタイの方が進んでる国というか、まあ、先進国側かなと思ったけども、本当に30年ぐらいね、30年40年差があるから、本当に思ったよりタイっていうのはちょっと舐めてたね、正直。うん、あ、ここに普通にフィットネスの場所あった。さっきね、ここなんかわあ景色が綺麗ってずっとこっち向いてたから、こっちに気づかなかったけど、この祠っていうかな、そこの手前、まあ、エレベーター出てすぐの左側のところにありましたけど、なんか最初ね、全然やってないのかなと思ったけど、ここにカードキーを。なんか普通にやってますね。バカ広いかと思ったらあっちか、鏡になってるか。まあまあまあ、誰が見てもフィットネスセンターと言われる感じですね。あんまりね、俺筋トレとか全然しないタイプの人間だから分からんけど、おそらく俺はここに寝っ転がってなんか足とか腕を鍛える機会だな。これは多分恐らくこの上に乗ってなんか腕をフリフリするやつだな。でこれはまあ誰が見ても分かるランニングマシン。でこっちはその自転車バージョンみたいな感じかな。そしてこっちはダンベルですね。なんかめちゃくちゃ種類があるな。だから大体こういうので、ね、人殴って殺して犯人の凶器になったりするやつだ。これバランスボールですね。バランスボールもなんか半分バグで埋まってるオブジェクトみたいになってるけど、あれか、上でぶら下がって懸垂するってことで、でっかい機械だろ。まあ、こんな感じ一通り揃ってますね、機械は。まあ筋トレマニアの皆さんも歓喜ですね、これ。でね、まあ、筋トレ機械とか正直全然俺筋トレしないからよくわかんないし、まあ、どうでもいいんだけども、一番すごいと思うのはここに多分紙コップがこれで、ここに水のサーバーの機械があるんだよね。これ普通にすごいと思うんだよね。まあ、日本と違って水が飲めないんで、この国は水道水が。なんで水って有料で買うんですよ。で別に部屋にも、まあ、備え付けのボトルじゃないけどなんか瓶に入った水があって、でもそれもね、今回2人で泊まってるんであっという間になくなっちゃうんですよ。でもここに来ればさ、水無料で飲み放題じゃん。あー、うまいわ。まあ当然本当は
フィットネス汗流した人がここで、まあ、ぜひお水飲んでくださいってことがあると思うんですけども、まあ、水がなくなって、まあ、そんなに買いたくないなと思った時はここに来てね、ちょっとこじきするのもありなんじゃないですかね。もう普段からさ、もう無料のものもらうとかそういうのばっかり、節約旅行ばっかりしてるから、まあ、こういうのにね反応するセンサーめちゃくちゃ早いですよ。いや、くそうめえこれ。日本と違って塩水系だからな、ちょっとなんか、まあ、握りやすいけどそんな量入んないね。まあ俺みたいな小じきがね、なるべくこうやって回数をやって嫌にさせるっていう手なのかな。あ、そう、綺麗なタオルもあるね。これで汗を拭いてくださいってことか。いや、すごいなこれ。しかもこれプールと違ってフィットネスセンターアワーズ24アワーズデイリーだから24時間やってますよってことか。いや、これ24時間やってるの普通にすごいなこれ。四つ星のね、割といいホテルで深夜2時に24時間のフィットネスセンターで体鍛えてる自分ってのはちょっと酔える空間っていうのかな。なんかセレブになった気分っていうかね、そういうのが体験できるからね、結構いいんじゃないこれ。やってみようかな今日深夜2時に、もう別に何の意味もなくランニングマシーンで、ね、音楽聴きながらちょっと歩いてみようかな。普段そういうこと絶対やんないし、音楽も別に聴かないし、まあサッカーやってたけど、もう今じゃもう体を取れまくってるけど、ちょっとね体鍛えて自分に酔うというか、こういうシチュエーションを堪能するって意味でやってみてもいいかもな。ちょっとワクワクするよねこれ。体鍛えるわけじゃないけど、24時間この無駄に電気を使ってさ、無駄に高価な気が揃えて、無駄に音楽もかかってね、えなんていうの、金の無駄遣いしてる余裕感も、さっきもロビーに言ったけど、無駄な空間使ってる、無駄な金使ってる、無駄な、ね、電気使ってるとか、もうそういうのが高級感の余裕を食べませるよね。最後にもう一杯だけ飲んで後にしよう。あ、タオルをここか、あ、髪をここか。よし、ここはね絶対後でこれまた後でというか、まあ、夜ね行きます。今のところね誰も来る気配ないんで、まあ多分結局誰も使わないんでしょうね。いや素晴らしい、これで四つ星なんだから、五つ星なんて本当にどういうレベルの人がと思ってるんだろうな。今回はね、一泊デラックスツインかな、デラックスツインで、まあ、1人当たり1万円なんで、まあ、1万円でもね、十分高い値段だけど、五つ星になったら本当にね、1人4万とか3万円なんだからね、これ以上のサービスをね、受けられるのかなって心配があるな。その1万円でこんだけ満足しちゃってるからさ、3万円、あ、待ってやばい、ここに、ここに、あれ？あーやばい、やらかしたわ。あのエレベーターってさっきも言った通りカード使わないと動かないんだけど、そのカードをさ、このフィットネスセンターのあそこの多分水飲む時に置いた棚の上とかのあの上に忘れちゃって、でもそもそもこのフィットネスセンターに入るには鍵が必要なわけよ。終わった、あ、待って、俺がさっき閉めるのが甘いせいで助かったわ。多分この上らへんに、あぶねえ、もうクソあぶねえ、マジであぶねえ。友達に来てもらおうか、でもあいつ風呂入ってるから30分くらい俺、あーやべー、ここに取り残されたなと思った。そうですね、こういう快適なホテルのいいところは、まあ、こういうのがあるとセキュリティ面とかはね安心なんだけど、逆にこれをその密室状態にね置いちゃうと大変なことになるんで、あぶねー。まあこれ正直なんかアドバイトやってるんだよ。あぶねー、なんとかしたよし、こうやって入れて、有効にして3回戻す。あれ？何の話だっけな。あ、そうそうそう、これで1万円なんだから、もうこれで俺大満足なわけよ。逆に5つ星で3万4倍、提供してもらっても、まあ、単純にサービスが3倍4倍になるわけじゃないから、なんていうのかな、俺の払っていい金額のなんか満足度と得られるサービスの満足度のバランスが取れてないんじゃないかな。ちょっと言い方が下手くそだな。1万円で、まあ、大満足しました。3万円4万円って超絶大満足したとしても、払う金額が3万4倍になってるわけだから、3万4倍ぐらいの満足を得られるかっていう話ですね。まあ、単純にどんどん値段が上がってくるほどね、満足に対する何だろう、要求度合いが低くなっていくっていうのは、まあ、世のですね、普通のエコノミー
に照らして1万円で行ける範囲を、まあ、ビジネスかファーストで100万円に行ったとして、でその幸せの度数が100倍になるかって言ったら、まあ、そうじゃないわけじゃんっていう話です。しょうもない話だ。よし、ということで部屋に戻ってまいりました。部屋も、ね、当然こうやってこうやってなんだけども、あ、今回一発でいいけど、普通に結構シビアで判定が一瞬やっても、まあ赤エラーが判定出たり、それも2秒ぐらいやって蹴ってんのかな、それがいいのかな。あ、しまった。そうだ、2秒ぐらいやって、お、俺もプロになった。Haaland, Haaland, gestern war er unbekannt, von Feuer wie das ganze Land. Haaland, 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 gestern war er unbekannt, von Feuer wie das ganze Land.